We may have to stop suddenly for safety reasons. For your own おはようございます。今日は4月開山直後の立山に来てます。ということで今ちょっと映像あったように、ケーブルカーとバス乗り継いで、室堂ですね、バスターミナルまでやってきました。ちょっと本当ここまで来るともう立山ドンと見えるんですけど、今日は完全に悪天候ということで視界が多分数十メートルだけしかないので、はい、ちょっと今日は展望がね少ないかなと思います。まあ、立山ね開山直後去年も来てて、ちょっと今日本当は別の山行く予定だったんですけど、まあ、ちょっと立山を候補に入れてたので、まあ、せっかくなんでね、ライチョウザキャンプ場で春の、雪中キャンプで入れていこうかなと思います。多分今日ほとんど登山者の方も少ないと思うんですけど、まあ、一旦キャンプ場まで行きます。ここから歩いて1時間ぐらいですね。うわ風強い。しゃ行ってきます。ライチョウがいました。はい、この辺が御栗ヶ池温泉ですかね。またそこに人がたくさん。またライチョウかな。いや今日は悪天候なのでライチョウ多いですね。はい、ライチョウサワヒュッと到着。これも営業してるんかな。なんか人の気配なさそうなんで、まあ営業してなさそう。もうちょっとしたらキャンプ場が本来多分この下に見えるはず。あ、何人か人もいます。じゃあそこ下ります。はい、ということで現在9時9分ですね。ライチョウザワキャンプ場到着。まあ、多分一針しかないので今日あんまり人来ないのかな。まあ、とりあえず完全にガスってるんですけど、ちょっと昼から天気が少し回復してきそうなので、一旦ちょっとテント設営着していこうかなと思います。やばい、一瞬だけ吐きました。いやー綺麗。
整地したんですけど、やっぱりちょっと整地なしで、ちょっと今日新しいテントはですね、ゼログラムのスルーハイカーゼロボーンですね、あの春モデル今年の、今日初張りでちょっと台風性も上がってってことなんで、ちょっと試し張りでその台風性チェックっていう意味を兼ねて、ちょっと今日悪天候で風が強いのでちょうどもういいかなと思って、はい、整地場所は誰かにあげます。またこれの詳しい動画はあの後日ですね、ちゃんとしっかり撮ろうかなと思いますので、今日は簡単に今外見とか設定風景ですね、お届けしようかなと思います。はい、設定が終わりました。ちょっと久々のテント設営と初めてのテントっていうのと、ちょっと風が強かったので少し手こずりましたけども、何じゃろ、約10時ですね。ちょっと昼に向けて今日のうちに立山をアタックしようかなと思っています。でも多分こっから 2,3 時間あれば登れちゃうので、せやな、ちょっとゆっくりしてから、結構天気もなんか崩れたり回復したりちょっと微妙なところで、まあ多分おそらく今日はずっとガスが多いんですけど、ワンチャンのちょっと晴れ間が見えるかな。最新のやつを見せてみよう。せやな、9時、次15時ぐらいが若干晴れ、明日全部雪か。なるほど、まあ、登るなら今日のうちですね。まあ、ちょっとお昼ご飯みたいな買おうかなと思います。ちなみにテントなの、いやダブルオールでこの軽さでこのあの空間 1P でめっちゃ広い。このしかもこの前にやっぱりこのなんていうの置けるっていうのいいな。うん、めっちゃ薄いな。あの意外に風きつくてもテント張っちゃえばなんとか耐えれてますね。いやなんか新しいですし、ちょっとテンション上がります。やっば、いやめっちゃ綺麗、うわすっげー幻想的、やば、はい、だいぶちょっとこっちの方晴れてきて、かなり景色綺麗ですね、本当に。いや山頂まで見えてないけど、立山のあの山域姿がちょっと見えるので、いやー最高。でと先ほど調査さんの方がわざわざここまで来てくれて差し入れをいただきました、ありがとうございます。そして今ちょっとタイムラプス撮ってるんで、ある程度撮り終わったらそうそう準備して山頂に行こうかなと思います。だいぶ降ってきましたね。ちょっと風も出てきて、ちょっと標高も上げたのに気温下がって、前半に変えたちょっと汗が少しだけ冷えてきました。まあ、でもまだウェア調整するほどでもないかなと思いますので、よいしょ、はい、だいぶ登ってきました。
あの前方におそらく正規ルートですね、復帰するかなと思います。めっちゃホワイトアウト。さすがに誰も登ってないな、この天候。今約1時間半ぐらい歩いたのかな、12時15分、あ、1時間15分ぐらいかな。あの登り切ったら一残し酸素あるんで、もうちょっと頑張ります。あともうちょっと、1時間半もかかってないぐらいだったら登ってきました。なんか思ったより斜面角度急、まあ、それそうか。あ、でも結構もっと踏み抜こうかなと思ったんですけど、意外に雪しっかりしててまだ歩きやすいっすね。なんか帰ってきました。ちょっと途中から映像おそらくなかったと思うんですけど、爆風と吹雪と結構斜面が急やったので、あんま映像撮る余裕がなかったってことで、はい、でも悪天候なので一回ちょっと撤退してきました。ちょっとここで怖いこと言うんですけど、僕めっちゃ自分が向かってるのが一の星山荘の方やと思い込んでたんですよ、ずっと。全然違うルート、まああの雅子岳とか、もう実際も 2900m ぐらいの立山の山頂手前ら辺ぐらいかなまで行ってて、ちょっと僕もまだ詳しいちょっとマップ見てないんですけど、そう、道間違えてるって気づいた瞬間一気に怖っと思ったんですけど、来た道をトレースはちょっと消えちゃったんですけども、 GPS 頼りでなんとか帰ってこれました。ちょっと初めての経験ですね。はい、ってことで、今まだまだ2時過ぎかな、今時間にちょっと余裕があるので、ちょっとさすがにもちょっと疲れたのと精神的に疲れたのもちょっとあって、まだ今からちょっと小山行くのももうあれかなと思うんで、ちょっとわらびがね今ライチョウヒュッてライチョウ層かの方で働いてるってことなんで、ちょっとライチョウ層までこの後遊びに行って温泉でも入ってちょっとゆっくりしようかなと思います。はい、で今ちょっとライチョウ層に歩いてます。行きちょっと映像なかったと思うんですけど、クイッと行ってあのライチョウヒュッてあそこグッと登ったらあの辺かな、ライチョウ層あれ何やったかな、なんかあそこも温泉ある、じゃあここ全部温泉ある。いや上ほんま風強かったな、もう立つのが精一杯な感じで、そう上り吹き上げやったから背中を押してくれてるからまだ登れたんですけど、あの斜面上から吹き下ろされてたら絶対登られへんかった。いや切りすぎ、やばい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 、めっちゃやばい、切りすぎる、うわーやっぱ、いやこれは来て正解でしたね、マジで。下から見れただけ、まあ、いやすげえ。わらびやばい、やばい。はい、ということで、ライチョウ層到着です。はい、お疲れ様でした。例のわらびです。例
2日目です。2日目働いて2日目のスタッフになります。スタッフです。よろしくお願いします。来庁村へどうぞ。来庁村、はい、来庁村、来庁村の一押しポイントは、一押しポイント、あ、お風呂、温泉が最高。温泉あとカフェもすごい綺麗。あ、ほんまに、うん、ちょっとこの後景色出すか行こうかな。うん、もう景色もすごいし、すぐに来庁沢とか、いや、マジで、ね、まあ多分今日最後の多分見れる景色あるな、きっと。いや、そうかもね。でもそこにもうガスめちゃ来てもう、うわ、てかなんならもうすぐそこ来てるわ。あ、こっちダメだね。ホワイトアウトがひどかったもん、午前中。いや、すごいな。いや、これ見れた方だよ、本当に。一瞬だけでも見れてよかった、マジで。昨日来た人とか何も見えてないよ。はい、来庁村の名物チーズケーキ。いやあ、温まりますな。室内は温まりますな。暖かいですね。いただきます。うわ、待って、めっちゃしみる。いや、直樹かな。めっちゃしみる。直樹はしみるな。めっちゃ見えとんだけど、自分。あ、こんにちは。あ、こんにちは。来庁村、金属レースは、あ、2日になります。2日経ってないですよね。そう、経って1日半ぐらい、現地と半分、はい、なんですけど、はい、第一印象は、いや、本当にでも本当にいい人ばっかりで、こんなポンコツな私を毎日もう丁寧に教えてくれてありがたいです、本当に。毎日よかったです。正味、じゃあ初めて山小屋勤務して大変さはいかがでしょうか、昨日は。いやー、でも結構激務だね。昨日めっちゃ人多かったもんな。うん、まず人もめちゃくちゃ多かったし、まあ、初日だからね、立山開始して、うん、めちゃくちゃ多かったし、もうずっとバタバタだし、そう、何していいかわからんからさ、やっぱり最初だから。なるほど。そう、それでなんかもうあたふたみたいな感じで、もう迷惑かけっぱなしですけど、2週間後にはもうホールさばきまくってるぐらいで一応達成するところ。やばい、そんなできるかな、1ヶ月で。2週間できるんだ。できるか、3日でいいよ、3日で。いやいや、無理、3日で覚えることいっぱいあるの。で、働いてよかったと思うことは、よかったと思うこと。よかったと思う。でも、私居酒屋とかでもやったことないし、なんかホテルの仕事とかもしたことないから、うん、本当になんていうの、自分のやったことない分野をなんかできてること、新たな経験、そう、新しい経験ができてることはめちゃくちゃいいなって思う。なるほど、うん、あと温泉、あ、温泉な。いや、でもさ、俺一番羨ましいんが、うん、出た瞬間の立山の絶景はめっちゃ、それはもちろんね。これそれはもちろん、それはもちろん。でもまだちょっとホワイトアウトばっかりだから、そう、先が一番良かった。そう、これからね。ちょうど1日目の感想でした。はい、これからもよろしくお願いいたします。お風呂に行きます。温泉行ってらっしゃい。来庁村の温泉、来庁村の温泉、はい、とてもいい。はい、お風呂入り終わりました。めっちゃ最高でした、本当に。今体めちゃくちゃ温まってるんで、このあったかいうちにテント場まで出して向かいたいと思います。いや、なんか来庁村、外見はなんかそこまで綺麗じゃないけど、中がかなり綺麗だし、カフェとか温泉とか結構充実してるので、立山来た際はぜひね、訪れていただけると。で、5月までさっき、ね、のわらびですね、働いてるみたいなんで、よかったらもし見かけたら声かけていただけると喜ぶと思います。では店頭場まで向かいます。はい、ここキャンプ場の管理場なんですけど、管理施設か。トイレはちょっとやってるみたいですね、同期も。ただまだ売店とかそういうのやってないので、今は料金かからないみたいです。でも結構ちゃんとトイレもこのように常設してくれてるからありがたいな。よいしょ。ホワイトアウトでテントが見えない。あ、一針増えてる。今日多分3針ですね、全部で。
はい、テント内帰ってきました。またちょっと外風と雪が強くなってきたので、ちょっと一回寝て、なんか9時ぐらいに雪止みそうなんで、まあちょっとこれちょっと晩ご飯食べようかなと思います。まあ、今日はちょっと山頂は登頂ならずで、景色もあまり見えてないけど、まあ、でも一瞬でもね見れただけでよかったかなと思います。真っ白。後にします。いや、ちょっと雪も降ってるし、風もちょっと強いし、この売店で買いました。行こう、帰ろう。はい、ということで、下山して駐車場の方に帰ってきました。ということで今回は開山直後の、立山をですね、1泊2日でテント泊行ってきました。少しちょっと今回は天候がいまいちで、あまり綺麗な景色とかは、お届けできなかったんですけども、
まあ、少しちょっと晴れたね立山一瞬だけ撮れたのと、まあ、夜星空をねちょっと綺麗にタイムラプス撮れたんじゃないかなと思いますので、まあ、その景色ねぜひご自身の目で見たいと思ったらぜひ来ていただければと思います。で今回はちょっと僕自身テント泊がちょっと久々ってのもあったのでちょっと思ったより疲れてしまったっていうのと、まあ、動画でちょっとさらっとお伝えしたんですけどちょっとルートを間違えて全然違う山に登ってたっていうねちょっと失敗があるので、まあ、おそらくこの後に後日振り返った映像を付け加えてるかと思うんですけども、まあ、本当に行き慣れた場所とかこういう分かりやすい道でもやっぱりホワイトアウトしたら本当に怖いなっていうのを身にしみて、初めてですね感じましたので、まあ、皆さんもちょっと行かれる際気をつけていただければと思います。はい、この動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。インスタグラムに写真とかもアップしてますので、よかったらぜひチェックお願いいたします。はい、それでは次の登山動画でお会いいたしましょう。じゃあね。差し入れくださった方ありがとうございました。美味しかったです。はい、ということで、後日ですね自宅の方帰ってきて今動画撮ってます。動画の最後にちょっとお伝えした、まあ、ちょっと今回僕が道をちょっと間違えたっていう部分ですね、まあ、ちょっと自分でも自分でつけてきた GPS のログデータをちょっと確認して、まあ、どこの時点で間違えたんだろうとか、まあ、なぜちょっと間違えたんだろうと、まあ、ちょっとあくまでこう自分の考えとか自分の振り返りになるんで、またまあ、こうすればよかったとかちょっとご意見とかあればちょっと今回教えていただけると僕も勉強になりますので、こちら見てくださる方でコメントお待ちしております。で実際に僕がこのつけてきたログデータですね、まあ、ちょっと出してると思うんですけども、本来のルートこの川沿い行かないといけないところをもう開始からまず方角がそもそも間違ってるという部分ですね。かなり開始の時点からなんかその谷をずっと行ってこの一の越山荘ですね、この小山とこれ竜王岳っていうかな、小山とこの竜王岳の間のこの石の越山荘で、まあ、一旦ちょっとここまで行って休憩して天候回復してから小山にちょっと登ろうかなと僕的に思ってたんですけども、まあ今こう見ると全然違う方角に行ってるなっていうのもまあ分かりますし、まあ、全然地形も異なりますし、まあ、そのなぜ間違えたのかっていう部分も今となったらなぜってとか思うんですけど、まあ、僕が今回ちょっと間違えたなと思う要因は、まず行く前にきちんと方角ですね、このホワイトアウトの状況でやっぱりその地形とかもやっぱ分からなかったりとか山の姿とかも見えないので、なかなか、まあ、土地感覚がしっかりあるところであればいいんですけど、まあ、言うてここも3回目ですし、まあ、冬このルートから行くのは今回初めてだったっていう部分もあるので、もうちょっとその行く前にしっかりと方角とか地形とかルート状況をちゃんと確認しておくべきだったなと思います。まあ、やっぱりその、まあ、今回初めてのことやったら確認基本的にするんですけど、まあ、今回秋も行ってるし、まあ、去年の残雪も行ってるって部分で、まあ、なんか自分の中ではもう行き慣れた場所ですね、かなり簡単でもう方角もきちんと頭の中に入ってるっていう思い込みが多分あったので、まあそれで初めてのところに比べて今回はちょっと安易な気持ちで行ってしまったのかな、ちょっと一番のまあ油断したところといいますか、そこが一番ダメだったんじゃないかなと個人的に思ってます。そう、あまりやっぱり今までこの道を大きく迷ったっていう経験自体があまり少なかったので、このルートをしっかりと確認しながらとか間違えるっていうことを頭に入れながら登山っていうのを積極的にやっぱりしてこなかったっていうのもやっぱりもちろんありますので、まあ、今回多分この経験をしたからこそ、まあ、例えばホワイトアウトとかちょっと天候悪い時に、まあ、もうちょっとそのルートの、まあ、ルートファインディングとかを持つと、まあ、今後は多分しっかりしていこうと思いましたので、まあ、これもまあ無事ね下山できたし、特にまあ迷ったけど、まあ、しっかりと帰ってこれたので今回はまあいい学びとして、はい、そう自分の中ではそう解釈してます。まあ、もちろんダメなところはたくさんあるんですけども、まあ、この失敗もねこういった登山でやっぱりいろいろ失敗、まあ、怪我とかルートファインディングとかいろいろこうやっぱ今まで失敗してきてるんですけど、まあ、この失敗をこう次に生かしてちょっと安全にね登っていけるようにしていこうかなと思います。まあ、今回何の振り返りやったところなんですけど、まあやっぱ個人的にこうやっぱりミスした後は、まあ、しっかりとね、まあ、振り返ってこう動画にもしか残すことでアウトプットして、まあ本当に数人でも同じような状況になる方はいらっしゃるかもしれませんので、まあ、そういった方がね今後同じような状況にならないようにちょっとお伝えしたいなと思って、はい、で皆さんどう対策してるんですかね、こうやっぱ複数人とかで行くたらダブルチェックとかトリプルチェックできるんでミスしないと思うんですけど、まあ、今回僕初めてソロっていうのもあったので、まあ、ソロの方がこうやっぱいつも気をつけてることとかもなんかあれば僕もちょっと参考にしたいと思いますので、ぜひ教えてください。はい、今回はこんな感じで終わります。
残雪の立山ね、多分今日かな、かなり今日木曜日、今日4月19日、はい、動画撮ってる時今日19日、かなり天候晴れて、アッキーさんとかも立山ね、かなり綺麗に写真撮ったので羨ましいなと思ってますので、皆さんもぜひ晴れた立山見ていただけるとその感動するし、ワクワクだと思いますので、ぜひ行ってください。どうかご安全に。ご視聴ありがとうございました。